今回、新加入選手に直撃コーナーをやります。今回は福田選手に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福田選手、デイビアに加入してちょうど3週間くらい経ちましたが、まずチームの印象でどうですか？そうですね、サッカーに対して全員がしっかり同じ方向を向いて一つにまとまって取り込むっていう印象ですね。まあ、ファンの方は当然ディフェンスの選手であることは知っていると思うんですけど、改めて福田選手、自分はどんなプレイヤーなのかというのをちょっと教えてもらっていいですか？自分の特徴は1対1での守備とゴール前で体を張った守備が特徴です。ファンの人にはこう何て呼んでほしいとかってありますか？福とか福ちゃんって呼んでもらえれば嬉しいです。それはあれですか、大学の時からそういうふうに呼ばれた？そうですね、大学の時からもうずっとそう呼ばれてます。あとはその性格ってどんな選手なんだろうなとか思うサポーターもいると思うけど、自分の性格ってどんな？普段は結構感情とかも表さないですけど、サッカー中になるとちょっと熱くなりやすくなります。なるほど。まあ、すでにもう合流して、3週間経って新体制発表会もありましたけど、新体制発表会でこうデルビアサポーターの応援を、初めて生で受けたと思うんですけど、あの時の印象って覚えてますか？名前をサポーターの方々から呼んでもらって、とても嬉しかったし、デルビアに加入したっていう実感がすごい湧きました。実際同じでも結構大学が地元、市内にある国士舘大学ということで、こう来るから応援してくれた人もいるのかなというふうに感じたんですけど、どうだろう？そうですね、大学の時から応援してくださった方とかも声をかけてくれたので、そこはありがたいですね。はい、改めてちょっと話が変わるんですけど、サッカーをそもそも始めたきっかけっていうのは何かある？サッカーを始めたきっかけは、小学校1年生の時に友達に誘われて始めました。兄弟がいてやってるとか、そういうのあったんですか？兄弟、兄が2つ上にいるんですけど、兄は野球をやってました。お兄ちゃんの野球やったのに自分サッカーやろうと思ったら、やっぱ友達の影響が大きかった？そうですね、父親も野球やってて昔、で兄貴も野球やってたんですけど、まあ僕はサッカーの方が魅力感じたんでサッカーやりました。兄弟にとかお父さんに野球やれよって言われたことはないんですか？いや、もうやりたいことやればいいっていう感じだったんでサッカーやりました。そういう中でこうデリビアに入団してくれたんですけど、デリビアに決めたきっかけというか、そうです、まずもう大学からお世話になっている町田のクラブっていうこともあるので、そこがまあ大きかった要因でもありますね。去年は試合を見に来てくれた時もあるというふうに聞いているんですけど、はい、町田のホームの山口との試合とアンダー22のオリンピックのチームが来た時の試合を見に行かせてもらいました。あの試合はこう町田の中ではサポーターの数も多い試合だったんですけど、あの時のこうスタンドの印象みたいなのはどうでしょうか？あ、サポーターの一体感がとてもあって、で熱い応援をしていて、とてもいい雰囲気だなと思いました。今シーズンそういうピッチャーの中でプレーする可能性があるわけですけれども、想像して今どうですか？そうですね、とても熱い応援をしてもらう中でしっかり自分のプレーができたらいいなと思います。今ちょうど合流して3週間なんですけど、改めてこう自分のプレー、ここは大学時代やってきたことが通用したなみたいなふうに思うところってありますか？まあ、やっぱそのフィジカル的な部分と対人的な部分はある程度は通用しているかなと思います。逆にこうここはすごくこれからどんどんやっていかなきゃいけないなみたいな感じている部分、課題ありますか？チームでの、その守備の仕方というのが大学時代とまた全然違うので、そこはしっかり自分の中で、吸収してチームのコンセプトに合わせながらの守備っていうものをしていかなければいけないなと感じています。福田選手がどうも憧れているディフェンダー、サッカー選手っていうのは誰なんですか？はスペイン代表のセルヒオ・ラモスです。まあ、誰もが知っている選手だと思うんですけど、改めてこの選手のこういうところを自分は吸収したい、勉強したい、少しでも近づきたいみたいなものってありますか？やっぱ1対1でボールをしっかり奪い切れる能力と、空中戦でも強さ、攻守の
渡って強さ発揮するので、そういう部分ですね。こう町田で一緒に練習してみた、この選手先輩すごかったなみたいなこと、ね、やっぱ同じポジションの深津選手はとても勉強することが多いなと感じます。今現在宮崎キャンプ中なんですけど、こう深津選手はじめいろんな選手と話をしたりすることもありますか？そうですね、まあ、練習の中でしっかり、アドバイスをいただいて、まあ、自分からもコミュニケーションを取っていろんなことを吸収していきたいですね。またちょっと少し話が変わるんですけど、つい昨日まで新人研修出られてましたけど、まあ、新人選手はみんなそこに出ていろんなこうサッカー以外のことを勉強するんですけど、改めてどんなことがためになったとかありますか？そうですね、あのプロとしてどう自分自身の価値を高めれるか、そのためにどんなことが必要になってくるかっていうことが一番印象に残ってますね。鈴木啓太選手ですとか北田剛さんの話もあったそうなんですけれども、はい、どんなところが参考になりましたか？そうですね、あの鈴木啓太選手の、人生や仕事の成功っていうものは自分の情熱×能力×考え方っていうもので出来上がるっていう話があって、で情熱や能力は0から100の値、個人差があるけど、考え方はマイナスから100から100までの考え方があって、いくら能力や情熱が高い値でも考え方一つでは違う方向に行ってしまうので、しっかりとした考え方を持ってプロ生活を送っていくことが大切になるっていう話がとても印象に残ってます。実際こうその話を見て、まあ、まだ1日経ったばっかりですけども、自分の中でこう考えが変わった部分とか取り入れた部分みたいなのってありますか？そうですね、まあ、まずいろいろと手探りの中でもしっかり自分の中でアクションを起こしていろんなことにチャレンジしていければなって考えています。ありがとうございます。ちょっとまた今度そろそろプライベートの話も聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、好きなアニメとか漫画とかってありますか？好きなアニメはドラゴンボールとかですかね。ドラゴンボール、ドラゴンボールが好きになったきっかけみたいなのはある？いや、小さい頃から漫画集めてて、それ漫画読んだり、あとテレビで見てたりしてました。好きな音楽とかアーティストとか？好きな音楽は、AAA とか好きですね。どんな時に聴いたりするんですか？いや、もう移動中とか、まあ、部屋でリラックスしてる時とかは聴いてます。試合の時には必ず聴いたりする音楽みたいなのもあったりする？いや、特にないですね。試合の時はもう本当特に何もしないでリラックスしてるって感じですね。好きな食べ物とかっていうのは？好きな食べ物はそうですね、まあ、甘いものとかは自分結構好きなんで甘いものは好きですね。サポーターの皆さん結構あの練習後に差し入れをしてくれたりする方もいるんですけど、はい、ちょっとずうずうしいんですが、これだと嬉しいなみたいなものってあります？そう、あ、バームクーヘンとか好きなんでありがたいです、いただけたら。じゃあこれを見ていただいたサポートさんの方、ぜひね、バームクーヘン福田選手喜ぶと思います。その他、まあこれもしかしたら女性ファンは気にしている人いるかもしれないですけど、好きな女性タレントとかいますか？女性タレントは七尾さんですかね。どういったところが？スタイルと顔がタイプです。やっぱり好きになる人もそういう人が多いんですか？いや、好きになる人が全員そうとは限らないですちょっとまあそういった話も聞けた中で、まあ、次の話も聞いてみたいんだけど、尊敬する、まあ、さっき理想の選手言いましたけど、尊敬するサッカー選手、スポーツ選手、もしくは身近な人っていうのは誰かいますか？尊敬する人は大学時代の恩師でもある大沢秀夫先生です。やはり国士舘大学の大沢先生、影響力すごく大きいと思うんで、やっぱり結構いろいろとためになるお話が聞けたりとかあるんですかね？そうですね、もうサッカーに対してはとにかく勝負にこだわるっていうことを教えていただいて、私生活の部分でもどうあるべきかっていうものをたくさん教えていただきました。そういう中で、あのベリビアには国士舘大学出身の選手、大竹選手であったり、内藤選手だったり先輩もいるんですけれども、はい、いかがですか？そうですね、結構声かけてくれたりするんで、とても助かってます。まあ、そろそろ、最後の方の質問にしたいんですけど、実際にこう2月28日は開幕戦を迎えます。サポーターの皆さんに自分をこういうプレーを見せたいみたいなものってありますか？
そうですね、J2 ということでたくさん注目されて多くの人がスタジアムに運んで足を運んでくれると思うので、しっかりとそういう人たちの期待に応えるようなプレーをしていい結果を残せればなと思っています。2016シーズンを見たときにこの1年間こういう成績を残したい、こういう結果を残したいみたいなことありますか？まあ、まずは J2 に定着するということだと思うんですけど、その中で一つでも上の順位というものを目指してやっていければなと思います。ありがとうございます。それでは最後に、ファンサポーターの皆さんに、メッセージお願いします。大学からお世話になっている町田市は僕の中では第二のふるさとだと思っています。そんなふるさとに恩返しできるような熱いプレーをしたいと思うので、一緒に町田市を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。